いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、人気のテレビ番組、マツコ&有吉、かりそめ天国で話題になった、幻のパンが期間限定で復活。その名も、スペースアポロ。オープン価格、こちらをご紹介したいと思います。注意してほしいのは、販売する商品は、長いパンでは製造しておりません。販売地域は全国、ただし北海道、沖縄を除くとなっております。フチパン、そして長いパンとなっております。スペースアポロが緊急発売となりました。アレルゲンは卵、乳成分、小麦、大豆となっております。カロリーは1個あたり333キロカロリー、炭水化物は 58.2g の目安となっております。長いパンで1975年頃発売したアポロを再現しました。スポンジケーキにミルク風味クリームを絞りザラミをサンドしましたという商品です。こちら洋菓子となっております。内容量は1個フジパンで作っております。では開けていきたいと思います。人気のテレビ番組マツコ&有吉かりそめ天国で有吉弘行さんが幼い頃に食べたという記憶している思い出のパン、アポロという名前のパンを探すという企画が行われました。こういう感じです。こういう感じになってちょっと待っていきましょう。こういう感じです。いただきます。調べていくとアポロは昭和50年頃にフジパンのグループ会社長井パンが製造販売していた洋菓子であることが分かりました。社内で調査を行いましたがレシピなどの詳しい資料は残っておらず、唯一残っていた資料に写っていた写真と当時を知る社員の記憶をたどり試行錯誤を重ね商品の再現に成功しました。番組内の試食してもらうと当時の味だと感動していただき、またマツコさんからもどこか懐かしい味わいで美味しいとの感想をいただきました。お客様の声から緊急発売。テレビ番組を見たお客様からの反響も多く、発売してほしいとの声を数多くいただき、その声にお答えする形で緊急発売を決定しました。当時のパッケージを引き継ぐ形で期間限定での発売になります。期間は販売地域により異なる可能性があります。特徴はふんわりスポンジケーキにミルク風味クリームをサンド、ミルク風味クリームの上にザラメをトッピングし食感が楽しめる商品です。食べやすく半継ぎにカットしています。評価は4です。こうスポンジケーキにミルクのクリームを乗っけて、そしてザラメを加えたというシンプルな味なんですけど、昭和のねなんか懐かしさもありつつ、なんか今出しても逆になんか面白いというか、こういう商品があってもいいんじゃないかなっていう優しい味がしました。まあ期間限定ではありますけど、ぜひこのスペースアポロ食べてみてはいかがでしょうか。この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれればまた喜びます。ではじゃあね。